ペアレントこのピグマリオンプロジェクトはそういうメイティング交際に対して避けられないが、はい、子育てにおいてはおそらくそれ以上に避けられないまあ確かに親って僕子供であり親なんですけど、はい、今の僕がこれをやるといいよ、はい、子供にやるわけですよねやった方がいいよっていう大きなお世話ですよね多分。 まあうん、お前のフィルターなんかいらんわって話ですよねまあわかんないですけどねそれは、はい、まあ個々によって違うからみたいな話ですよね書いてあるのはそ,そういう話です、はい、ほとんどの親は自分たちの責任は子供を育てることであり成熟した大人になるための道しるべというか舵取りを積極的にすることだと心から信じている、はい、要は親は親 子供をちゃんとしたレールに乗せて、はい、やらないといけない。で、親は思っている。はい、これは夫と妻の関係以上に、親と子の関係には、あたかも、この父や母の仕事の内容の一部をはい、はその子供をレールに乗せることだと思っている。はいはい、そういう対人操作という重大な要素が組み込まれています。残念なことに、このような親の責任の手取り足取りモデルは、 良かれと思ってるかもしれないが、闘争と犯行に終わることがあまりにも多いと。実際、気質の異なる子供たちは、親が何をしようとも、全く異なる方向に成長しますと。成長を操作するのは危険なビジネスだ。道徳的な雑草が生えるのを阻止しようとする私たちの自然な熱意は、子供の心の花が育つのを阻止し、親たちの除草剤が、 善人も悪人も無差別に殺してしまう危険性をはらんでいますと、はい、この歌詞の書き方は好きですはい、はい、まあ、約間違ってるかもしれないですけど、はい、問題の根源は親が自分の子供は自分の個性の延長はいこれすごいわかるはい僕と同じと思ってる、はい、いや、はい、僕の DNA だもんねって、はい、僕は 思っているのではい、はい、個性の延長だと親は思うと、うん、体調どうですかそんなことないまああんまりそんなことはないなるほど、はい、このまあ問題の根源は親が自分の子供は自分の個性の延長であり自然に自分の足音をたどるものだと思い込みがちなことだと、はい、しかし気質の仮説によれば多くの場合 子供は親とは根本的に異なっており成熟した人格が正しい形を取るためには全く異なる方向に成長する必要があると実際他の気質を持つ親が子供の人生経験を共有し子供が何を欲し何を必要とし何を考え何を感じているかを知っていると思い込んでいるがそれは大抵大きな間違いであるとあるいは もっと悪いこの親の家庭に基づいて行動すると良識ある親は子供が送っているさまざまなメッセージを不確認にする可能性が非常に高く自分の態度を子供に帰属させる可能性が高いのと同様に自分の意図を持って子供のプライベートな空間に侵入する可能性さえあるとそのような親は子供は最初から芸術家これ SP ですね。 保護者 SJ、理想主義者、NT、NF、理性的 NT な人間であり、いくら、えー、と不確認にしたり、帰属させたり、侵入したりしても、生まれつきの構造を変えることはできないっていうことに、親は気づいていないと。では、私たちはどのように子育てをすればいいんだろう。愛する人を自分のイメージ通りに造形したいと思う。 あまりにも人間的な欲望に負けピグマリオンプロジェクトにする勇気はないもし子供たちが私たちのように生まれながらにして古いブロックのかけらのような存在であるなら形を整える必要はないつまり子供たちが潜在的に持っているものを実際になるようにさせなければならないと言い換えれば子供たちが真の成熟した人格に成長するための十分な余地を与えることで 自然の成り行きに任せなければならないのだというところで、来週からちょっと親、子供の話をしつつ、どこかでその取説的なことをねやれば、騙し騙され、男と女のラブゲームなんて歌もありましたが、騙まし騙されは関係ないのか、何もです、すいません,なんか愚。愚かさ なのかな。のか何だろうピグマリオンプロジェクトは愚かさですよね自分のはい人を変えようとする、はい、自分がこれが正しいと思っているものにしようとするのは、はい、これちょっと、まあ、愚かさというかですよね意味ないよというか対立だ駄だよみたいな話ですよね今傍観者目線で言いましたね僕は今自分目線で愚かさと言いましたが自分のことを指して、はい、別に愚かだから っっていいうのが NF ぽいですよね <laughs> そう、今、これがタイプが出たなと思いながら喋はい。はいはい、まあ多分こうみんな無意識にやりがち、はい、自分の延長みたいなのは、意識的には僕もそんな自分の延長だとは思ってないけど、はい。多分こうした方がいいって思って行動はしてるんだろうなっていうのはあるわけじゃないですか。うん思いますよ、ね。で、二等兵は、なんか,、はい、か NF でもうこういうふうにするといいみたいなこう。 積極的に関わってるいや出さないようにして出さないようにでもこう関わりたいみたいなのがあるわけじゃないですかはい、はい、でもまあ逆に僕はこう自立せよみたいなのが強いんで自分で考えて行動せよみたいなだから口出ししないみたいなあだとタイプによっては言ってよって思ってるかもしれない、はい、それはあるかもしれないですだからそうするのがいいって思って行動してるけど、まあ、それはある意味ピグマリオプロジェクト <laughs> でもまあほっとくっていう面では、はい 一番いいですよねでもほっとくのが最適かどうかもって話じゃないですかえっそうなんですか僕はあもうほっとけばいいのねって理解しましたけど、はい、そのタイプによって違うんだよって話ですよねなるほどその潜在的な力を生かす方向へ持っていかなきゃいけないけどみんな自分の価値観でそっちに誘導しようとするみたいななるほどはいうちの娘はね、はい、NF と NT ですねはい、はい もう完全に分かれましたねはいで NF をどういうふうにしていくのがいいんだろうかみたいな話じゃないですか NT をどういうふうにしていくのがいいんだろうかみたいなああ<ー>、はい、でもなんかその NT の娘と喋ってて、はい、こうやって笑うんだこういうので笑うんだとか思いながらはい、はい、すいません息子には異なる人格になってほしいまあ我々そうですよね、まあ、なってほしいのもピグマリオンかもしれない <laughs> そうですね、はい <laughs> っていうことはそそううやって言っ出てそうですもんね、はい、なんかこれはいけないんだよっていう方向があるわけじゃないですかでもそっちを目指してるかもしれない怒られたよ <laughs> ほらっていうはい、はい、というところで、はい、すいませんあのこの人間探求の旅、はい、私は楽しいななんて思ってやってるんですけども、はい、この旅はまた続けつつお付き合いいただければなと思っております、はいはい、ごきげんよう <music>